きますよ。3、2、今日もオンエアお疲れ様でした。お疲れ様でした。で、視聴者の皆様も毎日お疲れ様でございま す, です。さあ、それでは早速参りましょう。え、視聴者の皆さんのことを教えてください。教えて ZIP プラス3。イエーイ。今日は伊藤亮と杉原凛アナウンサーでお届けしてまいります。はい、お願いいたします。なんかこの組み合わせ多いよね。そうですね、亮さんか吉明さんかどちらかが多いです、私。はい、なんでちょっと疲れてんだよ。いやいや、疲れてない。そうそう、はい。おいおい、急に口数減った。ちょっと不安になる。嬉しいです、皆さんとご一緒できて。なんか言わせてしまったみたいです、すいません。あの、では早速、あの、今週のテーマが子どもの頃の七夕の願い事ということで、はい、はい、あの、視聴者の皆様からもたくさん投稿いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。おとといですよね、七夕。そうですね、今日が7月9日ここですね。はい、はい、気になるものもね、ありますけど。そうですね、たくさんありますが、なんかあれですかね、セーラームーンに会いたいとか、ガッチャマンになりたかったとか。キャラクター系多いね。そうですね、確かに。タキシード仮面と結婚したい。かわいい。確かに確かに。でもキャラクター系は多いよね、子供は。はい、うん。あれ、りょうさんは子供の、はい、私アニメ好きですけど、アニメが好きな私の原点は特撮で、ほう、あの、ウルトラマンになりたいって書いた記憶。ほう、そこから入ったんですか。なれませんでした。でしょうね。でしょうね、じゃない。でも、ね、僕と同世代の方が今もウルトラマンとして子供たちに夢を与えてるわけだから、うん、すごいなって。どんなところに憧れてたんですか？なんか、でも普通にやっぱり地球のために戦うってかっこいいなって、誰かのために戦うってこんなかっこいいんだって、すっごいね。あの、本当にこれ嘘で、はい、最近、昔のウルトラマン、見ていたウルトラマンのテーマソングとか聞き返してる。うん、本当にですか。そう、勇気もらう歌詞にね、勇気づけられるのよ。はあ、今でも。そう、どうにもこうにもならなくなった、そんな時にウルトラマン呼んでみたいな歌詞があって、はい、うわ、ウルトラマン呼びたいみたいな。すごい、もう子供のままですね、心は。そうだよ、初心忘れずだよ、本当に。おお、あ、そこから、はい。素朴なんてまとめるな。違う違う。あとね、はい、あの、気になったのが一個あって、はい、手がとても小さかった私は大きくなりますようにと毎年書いてましたって書いて。かわいい。あのね、実はね、私も身長小さかったの、ちっちゃい頃。今何センチでしたっけ。今172センチぐらいなんだけど、本当に小学校卒業するとき140センチぐらいだったし、ほう、ずっと前ならえこうだった。あ、そうだ、一番前で。はあ、もうこれやったことないんですか。ない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 。そうなんだ。それ考えると私、後ろの方でしたね。羨ましい。一番後ろか二番目かくらいでした。いいなあ、もうそんな経験一度もしたことない。え、でもなんかちょっと可愛いイメージありましたけどね、前でこうやってる人。いや、でもやっぱりそういう気持ちもあって、はい、大きいウルトラマンになりたいってもあったかも。あ、そうなんだ、なるほど。ちっちゃいっていうのね、やっぱり大きい人からすると分かんないかもしれないけど、コンプレックスだったのよ。はあ、めちゃくちゃ牛乳飲んだもん。でもそこからね、めちゃめちゃ伸びたわけですもんね。めちゃめちゃ、だから、あの、成人式とかで、小学校の同級生に会ったら、はい、誰って言われる。そんなに変わります。誰って言われたね。ちっちゃいイメージだったって言われた。牛乳飲んで、はい。すげえ、あの、私の昔のね、願いは、はい、今、つらつら述べたけど、杉原は、はい、昔の願い事なんだと。私はですね、あの、あんまり、すいません、ちょっと七夕に願い事をするタイプの純粋な女の子じゃなく、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと、
あんまり記憶にないんですよ。キャスティングミスじゃないこれ、ね、なんか考えてこいよって話なんですけどでもいくら考えても願い事が出てこなかった。なるほどね。そう、現実的な子供だったんだ。そうですね、割と、うん、あんまりそういう可愛いタイプじゃなかったのかもしれないですで、なんとかになれますようにとか、ちょっと悲しい過去ですね。悲しい過去という、なんか大人びてるよね。あ、本当ですか。うん、うん、じゃあ当時からちょっと、まあ大人だったのかもしれないです。なんじゃそのまとめ方とんでもないまとめ方っていうのはどうしよう、ちょっと。そうだね、これ今ナウで願い事書くとしたら、もうこの動画のオチが見つかりますようにだよもう見えません。あら残念。残念じゃないよ、残念。そうですね、そう出てこなかったな。うん、というわけで、そうなんです、そういう子でした。ちなみに今年は何か願ったの？あの、タラバタということすらあんまりちょっと意識してなかったダメですよね。うん、七夕だなくらいで。キャスティングミスだこれは。ちょっとすいません来年にはね、ちょっとそうだね、はい、教えてください、今日七夕だよって。わかった、はい、リマインドでメール送るわ。あ、お願いします。そしたらメールでダーって願い事を亮さんに送りますのでなんで俺にメール送るの？なんで、ね、ちょっと流れ星みたいな感じそう、キラキラキラーって一瞬でそう、去っちゃいます。いや、本当に、いや、もうね、私も願いを叶えられるように、はい、だけできるように頑張りますよ。そうですね、はい、お願いします。さ、ということで皆様いかがだったでしょうか。こんな感じで伊藤亮、杉下凛、これからも頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします最後まで見てくださった方いるんですかね。これ見てくださった方、本当にありがとうございます。ありがとうございますということで、教えて ZIP+3 でした